ットグリッドゼッケン1番ランナップカートスタイル森田心、現在 RMC ランキングトップです。失礼いたしました。改めてミニマックスクラスグリッドを紹介したいと思います。大変失礼いたしました。ボールポジションから出走いたしますのは高山短大 R 英和レーシング、ゼッケン10番岡崎直人、2番クリットゼッケン15番ユニックレーシングからシルバステラアレックス・シリエバス、3番クリットゼッケン9番こちらですね、ケーテックウィズ・ピーターパン中瀬子みなり、4番クリットゼッケン13番トレンタクワトロ九州松永ヒーロ、5番クリットゼッケン7番フィオーレウィズスタッフ白川瀬奈、アイラブビレルとコメントいただきました。6番グリッドゼッケン1番ランナップカートスタイル森田心、現在 RMC ランキングトップを走ります森田心、7番グリッドゼッケン4番スリーケーパー東修太、8番グリッドゼッケン12番チームグローバル藤川匠、9番グリッドゼッケン8番トレンタクワトロ九州から池田和穂、10番グリッドゼッケン14番ハケレーシング大宮健人、琵琶湖で2位を取ったことを自身の力として今回頑張りますと語りました。11番グリッドゼッケン2番スクーデリア沖縄南城さえと、12番グリッドゼッケン5番 J トリックウィズ JMP ボルジャダグラス、先ほどの予選走ることができませんでした、しかしタイヤは残っています、ここからの挽回題しています。13番グリッドゼッケン11番スクーデリア沖縄変山龍馬、お礼を言いたい人チームのメンバーそして響さんといただきました。14番グリッドゼッケン6番 HRS ジャパン新原幸太郎、15番グリッドゼッケン3番ワイズカーティングチーム本間春、以上15名ご紹介いたしました。隊列はタコツボ立ち上がってまいります。グリッドをご紹介いたしました。初めに紹介したグリッドが間違っておりまして大変失礼いたしました。フロントローはゼッケン10番岡崎直人で、ゼッケン15番ユニックレーシングからスリバステラレックスシリエバスと、ミニマックスクラス予選ヒート7周のバトルとなります。隊列は最終セクションに差し掛かっています。スタート間近ですが、ここで選手のお呼び出しです。シニアクラスゼッケン5番陣川大吾選手、シニアクラスゼッケン5番陣川大吾選手、コントロールタワー2階にお願いします。さあミニマックスクラス予選今スタートを切られました。岡崎直人シルバステラアレックスシリーバスついていきました。3番手争い横並び、そして前に出ていったのはどのドライバーでしょうか。岡崎直人トップ、2番手シルバステラアレックスシリバス、3番手にはゼッケン7番白川瀬奈が上がってきました。3番手白川瀬奈です。4番手争いが横並び、そしてほぐれてきました。4番手にはゼッケン9番ゼッケン9番中瀬子みなりが上がってきています。4番手には中瀬子みなり、その後ろゼッケン13番夏永ヒーローです。一列渋滞のバトル、まだまだこの先どうなってくるのかわからない状況です。ミニマックスクラスこれからの活躍が期待されます。まだまだ幼い伸びしろのある選手たちです。トップ集団団子状態、そして仕掛けていきますのはどこから行くのか。白川瀬奈右から行くか左から行くか、後ろから脅かせています。前を行く岡崎直人、しかし岡崎もですね前を行くシルバステラアレックスを仕掛けていきたいところです。さあトップ集団どうなってくるか、現在トップはシルバステラ、2番手岡崎でしたが白川瀬奈が前に行きました。タコツボ白川瀬奈は2番手に浮上です。タコツボ立ち上がりでシルバステラ白川瀬奈、その後ろ中瀬子みなりが上がってきました。中瀬子みなりは2番手に浮上。さあそんな中岡崎直人は4番手です。先ほどじゃんけん大会惜しかったですね。岡崎直人もう少しで
エンジンをゲットだったんですけれども、さあここでレースで頑張りたいと言っていました岡崎直人、現在4番手の位置です。さあそしてトップはシリバステラアレックス・シレーバスです。2番手、どうかどうか、白川セナのノーズに入っていきたいのは中瀬小美奈里、そして岡崎直人も仕掛けていきました。ヘアピンからタコツバに差し掛かります。岡崎直人3番手に浮上、その後ろ中瀬小美奈里が戻していきまして4番手、5番手にはタコツボ立ち上がりでゼッケン1番の森田心が上がってきました。中瀬小美奈里のインガーを取っていく4番手に浮上、森田心4番手に浮上しました。さらに2番手争いも順位が入れ替わりまして、岡崎直人が前、その後ろ白川瀬奈です。ここは諦めていません。白川瀬奈3番手のポジションですけれども、前に行く岡崎に仕掛けていった2コーナーから3コーナーにかけてトップ、シリバステラアレックス・シレーバス、どんどんと後続メンバーを引き離していきます。現在パステストを取っていますのは実は新原幸太郎、現在新原は10番手を走行中です。という激しいバトルが繰り広げられていますけれども、ここで再び選手のお呼び出しをいたします。シニアクラスゼッケン9番矢島選手、シニアクラスゼッケン9番矢島選手、コントロールタワー2階にお願いいたします。ミニマックスクラス予選ヒートが行われています。トップ走りますシリバステラアレックス・シレーバス、最終コーナーからの立ち上がり、残り周回はあと3周に変わりました。2番手争い、岡崎直人の後ろをピタリとつけています白川瀬奈、だんだんとですねこの2番手集団が膨れ上がってきました。その後ろ中瀬小美奈里、森田心、さあこの中瀬小美奈里チャンスを伺ってい いきます。その後ろから森田心も来ています。森田心は現在RMC ランキングトップ。さあ2番手争い、岡崎の後ろ白川でしたけれども、ここで中瀬子がタコツボで仕掛けていきましたけれども、ここはどうなるか、11コーナーの勝負ブレーキング、さあ危なかったけれどもなんとか無事でした。2番手単独になってラッキーだったのは岡崎直人、トップシルバステラ、2番手岡崎、3番手争い激しい、森田心が上がっていった、その後ろ白川瀬奈、白川瀬奈ここでまたやっていく、3番手に浮上、インガー取っていきました、森田心のインガー取っていきまして3番手に浮上です。さあ5コーナーのブレーキング勝負どうなってくるか、順位の入れ替わりはありません。残り周回は2周となっています。集団はタコツボ立ち上がり、トップシリバステラは単独で悠々といった形でしょうか、その後ろは岡崎も単独になっています。3番手集団が 1,2,3,4,5,6,7,8 人もいます。トップ戻りますとファイナルラップに突入です。ゼッケン15番ユニックレーシングシリバステラアレックス・シレーバス、トップ2番手岡崎、その後ろは岡崎直人を先頭に3番手集団となっていますが、3コーナーで順位が入れ替わってきました。ゼッケン1番の森田心が3番手に浮上、さあそして5コーナーで4番手争いとなっている、立ち上がりちょっと失速、しかし中瀬小美奈里が立ち上がってきました。中瀬小美奈里現在タコツボですが、そのインガー取っていったのは順位を上げてきましたゼッケン6番の新原幸太郎が上げてきた、そしてトップを走るシリバステラアレックス・シレーバス、最終セクションからの立ち上がりトップ悠々でこのまま戻りまして、トップでチェッカーを受けます。2番手岡崎直人、3番手森田心、4番手に上がりました新原幸太郎、ここからは団子状態です。新原幸太郎、中瀬小美奈里、白川瀬奈、東修太、ここまでが集団でした。その後ろ8番手は藤川拓海、9番手松永ひいろ、10番手池田和穂、11番手大宮健人、12番手本間春、今日は苦戦している、13番手南條さえと、14番ボルジャダグラス、15番走ることができましたが、変山龍馬、響さんにお礼を言いたいと言っていました。変山龍馬いつも2位なので今回はいい成績を取りたいと言っていました。ミニマックスクラス予選ヒート2回目が終了となりました。
トップでチェッカーを受けましたのはゼッケン15番ユニックレーシングシリバステラアレックス・シリバスでした。